はい、皆さんこんにちは、のべです。冒険ダンジョン村やっていきますよ。いしょ。さあ、前回マチランクが最高ランクまで行きましたね。いやー、これで思い残すことはない。なので今回は冒険ダンジョン村最終回ということでやっていきたいと思います。新種モンスターチースイノフが出現しました。ほう、新しいモンスターかな。この冒険ダンジョン村なんですけど、16年の3月末で一度ハイスコアというのを集計して、でそれ以降このプレイがねずっと続くみたいな感じになるので、で一回区切りということでね、16年の3月末までやっていこうと思います。よし、やっていきます。じゃあまずはショップでお買い物しましょうか。施設、カレー屋さんと、はいはいはい、でシチュー屋さん、これ建てましょうか。いいねいいね。あとはまあこの辺も買っておこうか。はい、まずはもみの木、水仙で、コスモスか。はいはいはい。じゃあこの新しく買ったシチュー屋さんとカレー屋さんを建てていきましょう。シチュー、ここだ。どこに建てようかな。まあとりあえずここになるか。はい、であとはシチュー、はい、じゃあ建てます。さあ頑張ってください。でもここに置いてもな、多分みんな食べに来てくれないだろうな。さあどうだどうだ。ちなみに、あーこれはパラメータがめちゃめちゃ低い。これじゃあ来てくれんぞ。さあ今度は冒険者にプレゼントをしていきましょうか。結構旧式の装備持ってる人がたくさんいるからね。じゃあ前回勲章をもらった、じゃあ秋葉原めいちゃんに、じゃあグレートソード差し上げましょう。はい、プレゼント。さあ頑張ってな。でこの頑張り度をねもっと上げていきましょう。よし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 、だいぶ強くなるね。さあめいちゃん頑張ってね。で次は防具か。じゃあ勇者の鎧、はいどうぞ。はい、プレゼント。さあどんどん頑張りを上げていきましょう。はい、初級マスター布ペンが戦士をマスターしました。ついに布ペンが戦士をマスターしたか。マスターボーナスで力が20上昇しました。転職する。で布ペンは確かね勲章5つ持ってるから、じゃあやってみましょうか。カイロくん、めちゃめちゃめちゃパラメーター上がるんだけど、すげえなカイロくん。じゃあ、はい、行ってみよう。布ペン、いや似合うけどさてかグレートソードめっちゃでけえ。どこにいんの布ペン今。はい、町の外を調べていたら危険なカノンを発見しました。お宝の匂いがしますね。探検に行きましょう。了解です。さあどこにいる。じゃあ布ペン、はい、追跡。あー、いたいたいた布ペン。さあ布ペン一回クエストやってみましょうか。さあ行くぞ布ペン。これか、モンスター連合を退治するんだ。さあどんぐらい強くなってるかな私。さあメタルボクサーが来たよ。こいつは強敵。さあやっちまいなさい。カイロくん改め布ペン。あ、布ペン戦ってる。あ、なんか布ペン戦ってなくない。あ、なんか布ペンがいなくなったよ。あれどこ行った、あいつ。私はどこ行ったんだ。え、布ペン、冒険者で追跡。え、布ペン様は現在バッチリ滞在しちゃって。おい、クエスト参加しろよ。はい、モンスター連合を退治しました。布ペンちゃんとか、ちゃんと戦闘に参加しろよ。結局あいつ参加しなかったな。何をやってるんだ、布ペンは。追跡しても滞在しませんって言われるしな。いや、バッチシあそこにいたのに。なぜだ。はい、新種モンスター、ドスコイ太郎が出現しました。そうか、こいつが、ついに普通のザコキャラとして出てくるのか。いやー、こいつも、なかなか、苦労人というか、うん、これからもよろしくな。もうたくさん出てきてくれ。あー、さすが、まゆみちゃんが一発でやられちゃった。はい、街の外でドスコイ太郎の群れを見かけました。どういうこと、ホルモンちゃん。
受からぬことを企む前に退治してしまいましょう。うわめっちゃドスコイ太郎がいる。なんでドスコイ太郎がたくさんいるんだよ。やばい、これは一大事。じゃあ早速クエスト参加しましょうか。あれ以来ね、布ペンが全然返ってこない。一応追跡やるんだけどまだ返ってきてねえもんな。こいつカイロくんだから戻ってこないのかな。じゃあ転職させて、じゃあ傭兵やらせようか。これで帰ってきてほしいけどな。じゃあドスコイ太郎やりましょうか。はい、大発生。はい、じゃあお願いします。来てくれるのは布ペンと亀次郎、ゼリーちゃん、覆面直人、牛ちゃん、冬を、うん、この6人だね。はい、じゃあここにじゃあ六本木玲子とサダハールと、あとじゃあジモンさん、はい、お願いします。この3人にはね積極的に経験値を稼いでいただきたい。はーい、来なさい。さあドスコイ太郎がたくさん来るぞ。さあどうなるどうなる。さあ布ペン帰ってきておいで。本当に君は帰ってきなさい。はい、パタール3世が大量発生しました。うん、こいつはわかるんだけど、ドスコイ太郎が大量発生ってどういうことよ。やべ、マジでたくさんいるな。さあ最強の雑魚モンスターになったドスコイ太郎、どうだどうだ。やべ、やっぱ強えな。やばい、みんながやられてる。まずいまずいまずい。布ペン布ペン早くこっち来て。あ、布ペンが帰ってきた。よしよしよし、布ペン、もうクエスト始まってるよ。まだまだ6匹いるんだ。お前の力で何とかしてくれ。じゃあ布ペンをちょっと一回転職させようか。もう一回ちょっとねちゃんとカイロくんで戦ってほしいな。はい、じゃあマッチポイント50ポイントは欲しいけど、はいはい、カイロくんに転職します。さあ頑張ってな。はい、嬉しい。うん、頑張ってね。さっきは全然働いてくれなかったから、なんであの後街に消えちゃったの。はい、じゃあカイロくん頑張って。やべ、なんかやばい。ちょっと待ってちょっと待って、なんかドスコイ太郎が2匹なくなったけど、え、ちょっと待って。なんか布ペン強くない？なんでなんかこんなに強くなったの。ドスコイ太郎6匹も倒してる布ペン。カイロくんめちゃめちゃ強いじゃん。わ、すごいなカイロくん、マジか。覆面直人がレスラーをマスターしました。マスターボーナスで体力が30上昇しました。いいね。じゃあ覆面直人はそうだな、傭兵とかできる。あー、できるね。まあ多分カイロくんは無理だから、じゃあ傭兵やらせようか。はい、頑張ってな。いいね、なかなか順調じゃないですか我が村。うん、よし頑張ってな。はい、覆面直人さんの紹介でレスラーに転職可能になりました。いいね。はい、町の外で足跡を見つけました。数々の町を恐怖に陥る巨大なドローンがいると耳にしたことがありますが、もしかして出たー、たらふく次郎。殺意に目覚めている。大変です、凶悪なモンスターと名高いたらふく次郎が現れました。このままだと町の人気影響しますので早く倒しに行きましょう。ちょっと待ってて、今私火山のクエストやってるから、早くその宝箱取っちゃって。うん、ナイスのペン。はい、これで OK だね。はい、火山の探検をクリアしました。でもこうやって見ると経験値ちょっと低いな。はいよ、じゃあ次はクエスト、はい、たらふく次郎やるよ、急ぐよ。はい、冬尾くん、たばっちゃん、くめんじろう、じゅもんくん、まゆみちゃん、亀次郎、牛ちゃん、そして、うん、まあまあまあ。さあ、そして、じゃあ次は、はい、じゃあ、六本木レコ、はい、探しなさい。はい、余裕でクリアできそうです。そんなまさかね。だってあの、たらふく次郎だもの。さあ、どこにいるかな、たらふく次郎。ていうか、どすこい太郎がめっちゃいるんだけど。これはどういうことなんだ。はい、お兄ちゃん来たよ。お兄ちゃん、弟の次郎が来たよ。やべえ、この人誰？覆面直人。
覆面ナウとか一発で倒しちゃってるやん。タラクジロー2をクリアしました。もはやドラゴンが敵ではないな。あよ、今日は調子が悪いからこの辺にしといてやる。いてて、あーかわいそうに。はい、龍国ロドリゲスがね、騎士をマスターしました。じゃあロドリゲス君もカイロ君になってもらおうか。よし、じゃあお願いします。はい、3人目のカイロ君もうカイロ村になっちゃう。よし、よろしくな。いやー頑張るぞ。いいね。よし、頼んだ。はい、年末になりました。町協会が発行する勲章が私たちの町に一つ届きました。さあ今年は勲章何個もらえるでしょうか。21個。マジか。そうだな、じゃあ今年はこの頑張りが100いってない人たちに勲章をあげましょう。はい、じゃあまずはなにわ北太郎さん、はいどうぞ。これが最後の勲章授与式だからね。さあしっかり頑張り上げていきましょう。やったー、いいねいいね。はいよ、はい、ありがとうございます。さあどんどん上げていきましょう。一応1年に何個も勲章あげれるということで、じゃあどんどん上げていきましょう。はい、じゃあまずは種松、はい頑張ってるかどうかちょっと見てなかったけど、うん、よう頑張ってたんだよね。うん、はい、どうぞどうぞ。はいよ、よし、これで21個の勲章全部渡し終わったぞ。よしよしよし。で、右下鬼ゲージは溜まったね。今、9492か。最後までに1万超えることできるかな。で、いけそうな気がするけどな。さあ、あとこのタバちゃんの頑張りが100になれば、みんなが頑張り100になるね。あとね、こう、タバちゃんの喜ぶ顔が見たくてめっちゃ見ついてんだけど、なかなかだな。ガードの硬い女だね。あと30。あと30何あげようかな。巨匠のバイオリン。これどうだ ?1 か。厳しい。で、伝説の魔導書、これはどう。だいぶ苦しくなってきた。あー頑張り2か。1だけ上がっただけ。じゃあ高級傷薬、これはどう。これは喜ぶでしょ。2か、2だったらなんとかいいところまで近づけれるっぽい。よしよしよし、このままこのまま。で、タバちゃんだけだね。あ、今頑張りが100いってないのは。頑張れ頑張れ、プレゼント構成よ。はいよ、いけ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 。で、これで88か。一応じゃがいもで一回置いて、あと12、あと12。なだれ5個。良質な傷薬、これでどうだ。あーダメだ、これまでか。じゃあ伝説の魔導書でちょっと近づけて、さあこれであと9。はいよ。さあ次はね、イベント、イベントでできるだけ1000に近づけよう。みんなでサーカス、人気の興行で注目度が高まります。どう、これで40か。つまり9920、あと80で1万。頑張れ頑張れみんな、どんどんクエストやっていこう。で、今冒険させてるんだけど、どうかな、早めに終えてくれると助かる。はい、勲章入手。はい、職業マスター、北島ホロボンが勇者をマスターしました。いいね。じゃあ転職、速攻姫にはなれるね。じゃあ勇者ホロボン、速攻姫に転職せい。ついに祖父母姫も誕生した。素晴らしい。嬉しいって言ってくれてる。サンキュー。はい、北島ホルモンさんの生涯で勇者に転職可能になりました。これは嬉しい。はい、ショップにアイテムが入荷しました。よし、これで、なんとか、タバちゃんのご機嫌を取って、頑張り100まで持っていく。これで、できなければ、もう後がない。でも、多分大丈夫だと思う。よし、じゃあ、情報冒険者。で、この通り頑張りがもう全員100になってるからね。あとはタバちゃんだけだよ。じゃあプレゼント。
じゃあ大玉スイカどうぞ。たまちゃんスイカ好きだもんね。確か好きだよね。あー本当だスイカ好きだった。よしよしいいぞいいぞ、オッケー。これで大玉スイカもう一個あげて、うん、で他のなんか霜降りステーキでもじゃあどうぞ。たまちゃんステーキも好きだもんね。でこれで1か。で頑張れが99で、じゃあ三直マグロ、マグロも好きだもんね。さあどうや、オッケー。これで全員頑張り100を達成した。おーしよしよしよし、きれい。じゃあ次はなにわ北太郎が演奏家10まで行ったので勇者に転職させましょうか。意外、あのなにわ北太郎がかっこいいな勇者。うわすげえ似合ってんじゃん、いいな、羨ましいな。なにわ北太郎さんの紹介で演奏会に転職可能になりました。いいね。じゃあ次はイベントで物産展、町の特産物をお披露目します。これで1万いけるか。30、残り9、残り9で1000いくよ。頑張ってみんな。さあもうドスコイ太郎がね本当に雑魚キャラになっちゃった。なんかみんなあっさり倒したんだもん、あのドスコイ太郎、すごくない。はい、このクエストクリアで人気が1万いくね。謎の石像の探求クリアで街の人気は20上昇。つまりということは、はい、右下の人気ゲージはたまったようですね。のっぺん村が冒険者たちの間で話題になってます。人気が1万を超えました。素晴らしい、ついにここまで来た私。なんと最終回にふさわしいおめでたい。はい、どうもこんにちは。のっぺん村は最近活躍してる冒険者が多いと協会からも報告を受けています。大臣、人気1万ですよ。そしてアクセサリーショップレベルアップだね。はい、待って、冒険者通信が発行。なんとのっぺん村の人気は驚愕の1万に達することが分かり、ずっと取材を繰り返してきたのっぺん村の偉業に集計をしていた編集部では歓声が上がりました。ありがとう、本当ね、冒険通信の人たちは私のことずっと追っててくれたからね、嬉しいわ。報告を受けた村長は、喜びをすぐに言葉にするのは難しい、今日までの運営には涙があり痛みもあったからです、協力してくれた冒険者に心から感謝したい、そしてさらに上を目指していきたいと冷静に大人の対応を見せたものの、熱いものが込み上げたようで目にはキラリと光るものが見えました。おめでとうございます村長。そしてアンティークショップレベルアップ。はい、お疲れ様でした。15年が経過しました。ここでゲームは一区切りとなります。町村町子、いや本当今までありがとう町子。これからクリアポイントの計算が始まります。それでは早速クリアポイントの計算に入ります。はい、お願いします。町の人気は1万74、クリアポイントに5370点追加。おお、これめちゃめちゃすごいんじゃないか。続きましてクエストクリア数は90、クリアポイントに27000点追加。ほうほうほう。続きまして施設の発見数は45、クリアポイントに22500点追加で、現在99万9870点。うん、続きまして冒険者全員のレベルの合計は1210、クリアポイントに6500点追加、今現在16万。続きましてマイホームの数は25、全員だね、クリアポイントに25000点追加。おお。さあ次は続きまして冒険者の頑張りの総和は2500、まあ全員だもんね、クリアポイントに25000点追加。うん、はい、ハイスコア更新、まあこれが初めてだからね。クリアポイントの計算は以上となります。
合計クリアポイントは、21,370ポイントでした。これどうですかね、プレイしてみた方は。これが多いか少ないかちょっとプレイ経験のある方に、お任せしたいと思います。おめでとうございます。ハイスコアを更新しました。次のプレイ時にはさらなる高得点になるといいですね。ありがとう、マチコ。この後はハイスコアは更新されなくなりますが、町の経営はいつまでも続けられます。これからも末永くよろしくお願いいたしますね。いや、こちらこそ。マイホーム所持者が町へ税金を納める時期になりました、このタイミングで。で、合計が71,495ドル、今までで一番高いな。もっとたくさんの冒険者に住んでもらえるように頑張りましょう。ありがとう。さあ、ということでね、冒険ダンジョン村、これにて終了となります。皆さん応援ありがとうございました。いや、このゲームねすごく楽しかったな。で、カイロソフトさんのソフトをね初めてやったんですけど、ああ、もうハマったな。これは本当にね、毎回ワクワクしながらやってました。なので、またカイロソフトさんのねゲーム近いうちにやりたいなと思いますんで、皆さんお楽しみにしててください。はい、それではね、今回で冒険ダンジョン村はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回作をお楽しみに。よろしくはチャンネル登録、これからお願いします。はい、のっぺんでした。さよなら。ありがとう、ぬののっぺん村。ありがとうございました。